はい、皆さんこんにちは。エイトの大橋です。本日は2020年の4月の26日になります。今年初のねクワガタ採集やっていきたいなと思います。今年はクワガタ採集のね時間が取れそうなので全国いろいろ行こうかなと計画してるんですけども、新型コロナの影響で自制ということで、今後の様子を見ながらね全国の方行きたいなと思います。今回はゴールデンウィーク前ということで一人クワガタっていうことで、近場で一人でねクワガタ探ししてみたいなと思います。それではね順番に見ていきたいと思います。まだねこれは秋に入れなんですけれども、ほとんど葉っぱがまだ出てきていません。やっぱり老木になるほど葉っぱが出てくるのが遅いんですかね。まだ樹液も出てるような感じじゃないです。これは何ちゅう昆虫なんでしょうかね。時期が早いんでね日頃見ることのないような昆虫もいてたりします。はい、この樹木は去年ね平田クワガタ何匹か捕まえたとこなんですけどね、まだ少し早いですね。こんな感じでウロがいっぱいあるんですけどね、まだ樹液が出てないような感じです。4月のクワガタ採集なんですけどね、ウロの中に越冬したクワガタとかもいてる場合もありますけども、やっぱりね初期のやつは樹液の出てる若い樹木、それがいいんかなと思います。後でねそちらの方も見に行こうかなと思うんですけども、もう一箇所ねウロの中に入っていないかっていうのを見てから、本日はね若い樹木を中心にやっていこうかなと思います。はい、ここのねウロの中にクワガタおるのを確認したんですけどね、ちょっと角度的に撮影ができないのでね、この中なんでね映らないですね。残念。また早い時期にはねこのようにクワガタがねいてもおかしくない穴にカエルが隠れてたりします。はい、ここはね去年樹液ダラダラに出てた場所なんですけども、やっぱり1年経つとね環境が変わってきます。樹液が出なくなってもシーズンになると隠れ川になるんでね、いてる場合もあるんですけども、最終初期の頃はねやっぱり樹液の出てるところを狙っていった方がいいかなと思います。はい、これはねまだまだ若い秋に入れの樹木なんですけども、こんな感じ3センチぐらい、幹の太さが3センチぐらいなんですけども、カミキリムシのね幼虫とかに食われてしまった後穴が出てきてますね。で樹液も出てます。河川敷のクワガタ採集は雑木林のクワガタ採集と違って、老木というよりも
若いね樹木を見ていく必要があります。まあこれはね、河川敷内っていうのはもう洪水が来たらね、すぐ環境が変わってしまうので、樹木の入れ替わりも早いしね、人間によって開発されてもなくなってしまうので、こういった樹木はね、無事に 2,3 年成長するとクワガタがいっぱいつくね、いい樹木に変わっていきますので、まあ調査としてはね、こんな感じの木を頭に入れておくと後々ね、いい木に化ける場合があります。はい、少しねポイントを移動してきました。ここはね、この種類分かりますかね、丸葉柳、それが何もかね群生してるところになります。この場所はちょうど3年前にね、台風によって樹木が浸水してます。まあ、その痕跡がこんなんであったりとか、まあ、こんな感じで流れてきたね枝とかが幹の方に引っかかって垂れ下がってる状態になってますね。まあ、こういう状態になるとその年と翌年ぐらいはなかなかクワガタが集まってこないんですけども、こんな感じで3年ぐらい経つとね、雑草など下草が生えてきて、またね元のクワガタに集まるいい環境になってきます。まあ、本日はね見た感じ時期が早いんでいてないですけど、ハナムグリね、樹液吸ってます。あ、ここなんかおそらくこの木が切り倒されたっていうか、風で倒れてしまったと思うんですけども、それによってね新しい枝が生えてきて樹液を出してるっていう感じですかね。まあ、この細い枝には樹液がいっぱいで、上の方にもねいっぱい花もぐりがついております。まあ、こういう感じのところはね、平田クワガタは難しいんですけども、ノコギリクワガタとか、まあ、コクワガタなんかは結構集まってきたりするので、シーズンになるとね狙い目かなと思います。はい、またまたね移動してきまして、新しいポイントを見つけたので、この辺でね探してみたいと思います。感じはね、なんか前に行った東京の荒川を思い出します。そういえば東京の荒川とか去年の増水でどないなったんですかね。ちょっと今年厳しいんじゃないかなと思うんですけども、そのままの環境がね残ってたらいいんですけども、整備されてしまったらね、もうクワガタいなくなってしまうんですけども、気になるところです。まあ、こんな感じでね、花むぐりがたくさん。この花むぐりはね、春先の時期に結構見るんですけども、夏になると樹木にくっついてることって少ない感じがしますね。こっちにもねたくさんついて、樹液も少しずつ出てきてます。
ここにはね、景色水2、3匹いてるかな。やはりこの景色水が出てきてからね、クワガタも出てくるんで、いい感じですね。これとかいい感じでクワガタがいててもおかしくないような感じなんですけど、ここにはやはりまだいない感じです。はい、この樹木もね、なかなか樹液が出てきて、まだ葉っぱはほとんど出てきてないんですけども、花もぐりがね、いっぱいついてます。で、向こうにはカナブンかな、一つ種類の違う昆虫がいます。これカナブンかな、時期的に早いんですけどね。まだ今日出てきたばっかりっていう感じかな。土ついてますね。はい、最後はね、去年一発目に見つけた樹木に来たんですけどね、ここでもね、花むぐりとか景色水っていうのはいてるんですけども、クワガタの方はね、見つけることができませんでした。あと1週間もすればね、いてるような感じになってきてるんで、ゴールデンウィークはね、また来てみたいなと思います。はい、それとね、お知らせなんですけども、日本全国クワガタ採集記っていうね、ホームページ作りました。そこでは河川敷のね、クワガタ採集方法とか、そこで撮れるね、樹木の写真ですね。動画ではね、葉っぱとかなかなか詳しく写すの難しいんで、そんな紹介、樹木の紹介とかしてますので、よかったらね、一度見てください。それとそこではクワガタ系のね、 YouTuber さんの紹介もしています。今のところハヤタンチャンネルさん、沖縄クワガタ動画さん、ソーチャンネルさん等がね、賛同されて、ページの中で載せています。まあ、ここのページどんどん増やしていきたいんでね、クワガタ最終動画出されてる方、20本以上ね、出されてたら、チャンネル登録者数に関係なしにね、紹介しますので、どしどしご連絡ください。それと、今年はいろんな地域にね、クワガタ採集行く予定だったんですけどね、まあ、新型コロナの影響で、予定通りはね、進まないと思いますので、その辺はご了承ください。去年やったような視聴者さんとクワガタ採集とか、まあ、いろんな地域に行って交流したいなとは思ってるんですけども、今年に関してはね、予定通り進むかちょっと状況を見てね、やっていきたいと思います。それではね、最後までのご視聴ありがとうございました。これあれかな、例のやつ